松村です。いじめが3枚と資料が6枚あります。で、今鳥居さんの方から少しお話がありましたけれども、731部隊での人体実験の被害者の遺族が起こした裁判ですね、731裁判、それから細菌戦の犠牲者とその遺族が起こした細菌戦裁判、この2つの裁判がですね、2007年の5月に2つとも最高裁で敗訴になりました。で、この時はその他の中国人 その戦後保障の裁判ですね、それも一斉に敗訴ということになった日であったんですが、でそれ以降ですね、731部隊細菌戦の問題についてはそれぞれのところがものすごく努力してですね、いろんな活動をしているわけです。ですけれどもその敗訴になった2007年以降何を目標にして、いくのかということが全体として必ずしもはっきりしないままスタートしていると。でその状態は現在でも続いているわけです。で、特にこの日本の安倍政権の下で、極端にその右傾化が進んできて、もうものすごいスピードでこう反動、ファシズム前夜に近いという状況の中で、どういうふうな運動をしたらいいのか、どういう取り組んだらいいのかということですね。それからもう一つその問題としては、その戦後保障の裁判全体が負けて、それを、支援する会も、事実上解散になるというような、そういうその運動全体がこう衰退しているという中でですね、どのようにこれまでのですね、貴重で、豊富な経験を蓄積している、それを確認してですね、どのように運動を進めていったらいいのかということをここで、およびこれからですね、やっぱりきちんとお互いに討議して、決定して、そしてそれを実行していくということが今非常に求められている。でそのため の今日は私はその材料を、提供するっていうんですかね、いうつもりでお話しするわけです。で、そこに731ルネサンスとこう書いておきましたが、といいますのはこの5年間だけでもですね、まずいろんな活動がこの問題で起こっているわけですね。